馬や。10年以上経った今でも走り屋に大人気のドリフトマシンや。チューニング次第で近頃の車もぶっちぎりや。こいつを忘れたらあかんで。ハンドリングもエンジンもレスポンス抜群や。 FF を活かして走ればでっかい車もめっちゃうで。これはもう初心者には絶対おすすめや。小型軽量でしかもハンサム、そこそこパワーもあるし、こうシャキッとええ感じや。こいつはスパルタンって言葉がぴったりのサーキット生まれや。FF でガンガン行くならこれや。FR の超ロングセラーマシンや。これに乗ったらドリフト決めなあかんで。この車もえらい人気やで。重量とパワーのバランスが抜群の FR や。パワフルなコーナリングマシンや。めちゃ曲がるから曲げすぎに気ぃつけや。ハイテク満載のごっつい車やんか。なんや上品な感じで結構いけるんじゃん。セダンボディにごっついエンジン積んだ。接待ゴルフからハイウェイクルージングまでこなす頼もしいやっちゃ。人気のビッグセダンや。ハイパワーのエンジンに乗り心地のいい足回りで長距離ツーリングに最適や。遠距離恋愛のカップルもこれで救われるっちゅうもんや。スマートなスタイルの割に頑丈な作りのビップカーや。安全設計で他の車に当たってもダメージ少ないで。これは乗客の安全を第一に考えたビップカーや。ごっつい設計で他の車に当たってもダメージ少ないで。この車の特徴は何言うてもそのパワーや。重量級のボディをドカーンと引っ張るハイウェイの背打ちっちゅうとこや。パワーを生かして走ればこれほど扱いやすい車もないで。頭のてっぺんから足の先までハイスペックの塊や。気張っていかんと振り落とされんで。も詰めてむちゃくちゃ速い。昔の飛脚みたいなやっちゃ。しかもフルチューンでもうあやや。それでなくても速い車をフルチューンしとるんやから速うて当然やけど、それにしてもこれはなんや。エンジンパワーがむっちゃすごすぎや。なんでそないなことまでせなあかんのってとこまでフルチューンや。波の腕では面倒見きれんわ。街乗りはプロの手組みしたんで。せやけどレース中でも乗車拒否はあかんで。ちいこいけど便利で楽しい車や。なかなかしっかりしたええやっちゃ。このトラックのエンジンは直寸ターボでごっついトルクや。けど排ガス規制はちゃんとクリアしとる賢いやっちゃ。春はナンパ、夏は海、秋もナンパに、冬はスキーに一年中大忙しの 4WD や。大阪ナンバーワンミュージックステーション FM802 のキャンペーンカー、ファンキー802。大事な車やねん、壊さんといてや。